はい、いいですよ。ROSE さんかな。ROSE さん。何見てもらいたいんです。どうぞって言ってます。どうぞ。ROSE さん。何ですか？どこ割り？どっか具合悪いですか。はい、ローズさん、あ、ローズさん、ローズさん、はい、あ、いいですよ。どうすればよいって私わからないですよ。あなたが決めてくださいよ。どっか悪いんですか、それともお話だけすればいいんですか。はいはい、あなたがどういう状態でいるんですか。はい、小窓上がりますかって言ってますよ。ほら、ローズさん、小窓上がれば。はい、あるあるさん、ローズさんは残念なんだか小窓は上がれません。ローズさん、なんか具合悪いんですか。はいはい、倦怠感がすごく腰痛、はい、あ、倦怠感、やる気ね、はい、簡単簡単、腰痛なんて病気じゃないから大丈夫じゃない、あんまり悩んじゃダメよ。ローズさん、あなたはこれかな、癖かな、違うかな、生年月日教えて、ここ5つの中のどこにいるか、アイコンからいくと水色使ってるからこれじゃねえかな、違うかな、親星黒、小星赤、使っちゃいけないの黄色と白。生年月日が分かれば倦怠感ってやる気がないんだね。はい、分かります。腰痛、腰が痛い、はい、いいですよ、教えてちょうだい。あ、6月平常丸ね、1973年、はい、分かりました。1973年の6月と、ちょっとね、年取ってから、1973年、70、60、70、71、73年は、あら、まあすごい、旧歯科生、あら、親分じゃない、あなた悩んじゃダメよ、ここ赤赤。ローズさん、女ではスケバン、男では社長タイプ、仕事は人を采配する仕事だって、旧歯科生ですね。倦怠感があるのはなんでかっていうとね、多分ね、金星の部下がいるだろう、これの逆刻受けてあなた参っちゃってる多分。ローズさん、家族全員具合が特に母が入隊、わあ大変だな、お母さん、あのね、多分ね、これ金星がなんか状態が悪い、あなたここ悩んでるね、すごくね、これ、はいはい、お母さんこれじゃねえの、ローズさんここだよな、ああ、お母さん生年月日わかる、ちょっと見てみよう、多分ここじゃねえ、お母さん、あなたはここ赤、お母さん多分金星だよ、違うかな、それだとちょっとあなたは悩む、これが頼っちゃうか、逆刻でこう来てる、ローズさん違うかな、いいかな、ここ吸ってみよう、ほらローズさん、ほら、いいかな、はい、19年10月昭和19年、もっと下か、あ、だいぶ年だね、昭和19、どこだ、あ、いたいた、80歳、うわぁ、はい、時刻と性、あらま、やっぱここだ、
時刻度制、お母さんこれだ、黄色だ。そうした場合はいいね。お母さんここですよ。そうするとね、あなたの拳だな。拳が弱ってる。ね。はい、ここ。で、親星がここ。あなたの親星はここ。お母さんの親星はあなた。あなたを頼る。お母さんの拳はここ。これでここが病気だと、あなたを頼っちゃってるお母さんがな。そうしたらどうしようか。どっから行こうかな。よし、こっから行こう。はい、いいですか。お母さん時刻土星。いいかな。ほら、ローズさん、足が冷たいでしょ。こうやるとどうですか、ローズさん。ローズさん、体が暖かくなってきた。ほら、足が暖かい。ほら、ほーら、いいかな。それでね、ここでね、お母さんを助けちょう。ぐー、ここ行こう、行く。いいかな。逆刻でこいで力入れてお母さんの力をつけてあげる。ほら、そうするとお母さんが頼らなくなってくる。ローズさんにこう、親子ね、お母さんの親があなた、あなたの子供がお母さんかな。ここをね、こっちから逆刻でお母さんを力づけてあげるか。これでお母さんが頼らなくなる、あなたに。はい、こうやるとあなたの負担が少なくなるか。ほら、お母さん今そこにいるかな。ほら、ぐいーっとこうやるかな。ここをこうやっといて、ここを回して、ローズさんいいかな。いいかい。あなたを冷やす。今顔がほてってんだろ。違うかな。呼吸疾患ないか、あなたは。こうやって呼吸が楽になって、ほら、なんか平気になってきた。お母さんが ご病気でも入院中。あ、母は入院中ね。はい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 、大丈夫か。今こうやってると、ほら、ローズさんの気持ちがどうなってきた。ほら、すごく楽になってきた。ほら、なんでしょう。ほらほら、はい、ここへ来た。ほら、ローズさん、呼吸が楽でしょう。ここでお母さんをちょいと助ける。はい、ローズさん、ほら、呼吸が楽。ほら、ほーら、すごく酸素が入ってくる。ほら、気持ちが楽だ。ほら、で、ここへ来た。ほら、母はないですが、私はないですが、母が呼吸苦しい。ああ、そうだね。お母さん苦しいのはね、ここをローズさんがこすってあげるとお母さんの呼吸が楽になる。いいかな。今お母さん多分病院ですごく呼吸が楽になってる。心配しなくていいよ。明日病院行ったら、お母さんなんだか昨日の夜はなんだか空気がいっぱい入ってくるって言うから。かな、ここをこする。はい、かな、お母さんここをこするといいぞ。ほら、だから白でここをこすってあげる。黄色かな。これやると、ほら、お母さんが楽になってる感覚がローズさんの方に来る。わかりますね。今ローズさんすごく楽でしょう。はい、こここする。黒、ほら、気持ちがどうなりました。ローズさん、腰も痛かったね。はいはい。どうですか？腰痛い。さっき書いてあったな。腰が痛いのは、お母さんの呼吸が困難を知ってるから、それでお母さんのがここに来てる。わかるかな？だから逆刻で押し返して、お母さん大丈夫ってやってあげる。ほら、よいしょ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 。これだけやると、お母さんは大丈夫。はい、ローズさん今どうですか。はい、ほら、呼吸楽でしょ。それよりローズさん、腰が楽じゃない。ほら、顔がほてらないでしょ、ローズさん。
違います？楽になってるでしょ。ほらグズさん腰がすごい楽、あったかい足が素晴らしい。でここにこう来る、ほらローズさんの顔、目横に広がる、縦に広がる水晶体がほら綺麗に見える。今お母さんが見えてる、頭の中でお母さんの呼吸が楽になってる、すごく楽になってるの。ローズさんが見えてる、ほらどうかなローズさん、今どうですか、目の感覚はいいでしょうか。ここ降りる、ほらローズさん足があったかい、ほら体がどんどんあったかくなってきてる、ほらどうローズさん、ほら大丈夫でしょ、ほら違います、ほらこれやってると他の人が良くなっちゃって、ほら不思議だねローズさん。はいここ行く、さあローズさんこっからが勝負、さあどこ行きましょう、火星に行くか土星に行くか金星に行くか、ローズさんが決めなさい。どうかな今の状態、どこ行きたい、火星か土星か金星か、どこに行ったらいいかな、わからない、そんなことないでしょ。ローズさんはどこに行く、ここじゃない、違いますか、どこ行く。はいローズさん決めてください、こっち、いやこっちじゃないのローズさん、だいたいそんなとこじゃないの。はい今どうですかローズさん、ほら迷わず左門、どこに行こう。それによってローズさんが早くストレスがなくなるようにしようね。どこ言いたい、そのまあ、やっぱこれ下がる、こう下がって、これ一番無難だこれがね。これやってるとローズさんはすごく体があったかくなってくる。他の人もね、ほら足があったかい、皆さん足が熱い熱いって言ってるよ。ローズさんはどうですか、ほらどうかな、ほら言葉で出していいよ、ほら顔がほてんなくなったでしょ、ほら気持ちがすごい楽になってきた、ほら目がすっきりしてきた、ほらよかったね、ね目が悪かったでしょ、ね、それ目をもっとすっきりさすのやってみようか、ここからこう上がるよりね、ローズさんいいか、ここでうんと酸素を吸って、ローズさんが酸素をうんと吸いました、ほらその吸った金星が双眼で上がって、ローズさんを目を金星がほらやった、ほーらすごいでしょ今どう、ほらお母さんのこぼしが上がってきて、ローズさんの目をすっきりさしてる、ほらどうだい今どうですか、ほらローズさん、はいどこ行く、火星行く土星行く金星行く、はい決めなさい、ここでもうそろそろ決めた方がいいよ。ローズさんほら決まるでしょ、決めてみな、判断力だよ、九紫火星は物事の判断力、金星ね、はいわかりました、判断力は大事か、金星来たでしょう、だけどローズさんおっかないね、実は金星に来てもなんか怖いでしょう、違います、こうやると怖くないでしょ、こう乗っかるとやっぱ怖いね、こうやると怖くない、ほらここをこうこうこうここをこすってると怖くないね、だけどここに乗っかると怖いでしょ、こっからこう降りてくると、だからこうやって少し隙間を開ける、これ怖くないでしょ、これこう乗るとほら怖い、どう、ちょっと不安でしょ、これこう上がってきてほら火星に乗っかるの、これちょっと無理、ほらこっからこう上がってきて火星の上で擦るの、どう、嫌でしょ、ちょっと嫌だよね、ここで擦ってると怖いけどいいでしょ、どうですか、ほら呼吸もっと楽になってきた、ほら目もすっきりしてる、ほら不思議だね、ほーらいいかな、上に上がる、どうする、
どうする？こっから上に上がってこう乗っかろうとするけど、これ自分で決めなきゃダメ、私が決めたんじゃダメ、ローズさんがこっから上がるか下がるか決めてください。はい、どっちでもいいんだよ。これだからこの二者選択でね、どっか決めないからお母さんの状態が決まんないんですよ。ここでローズさんが上がるか下がるか決めるの。それによってお母さんが楽になるの。いいかな？ローズさんがストレス持ってお見舞いに行く。そうするとお母さん苦しい。わかるでしょ？あなたのストレスもろにこう来ちゃう。お母さんに来ちゃう。上がります？意外、上がりますよ。はい。どうですか？ほら、自分で上がって火星をこすった。さあ、どうです？自分の中で楽になったかな？全然楽になんないかな？それがあなたの心の中で私に教えてくれればいいわけ。自分で判断をした。いいぞ。はい、上がりました。さあどうなりました？こすったらほら、自分の中のストレスが取れましたか？言ってみな。いいんだよ、言って。さっき以上に体が楽になってきたでしょ？違います？ならない？どっちでもいいよ。これ自分で上がったから。はい、ほら、上がった感じどうですか？いいですか？悪いですか？結果は分かんないよ。あなたが結果出したから。その結果出した結果、私がそれをどうにかしようとする。その結果が良ければこれで終わっちゃう。まだちょっとなんかあるなったら、次のステップに私が上がれるの。いい感じだと思います。あ、じゃあいいじゃない。ほら、どうですか？来た時より楽になりました？ほら、いいね。ほら、どうですか？行きますよ、こっから。はい、目的のお母さんにエネルギーを与える。お母さんが喜んでる。ああ、いい娘を持った。ね、お母さん幸せだ。はい、それで、金星に来る。ほら、ここを回すと、ほら、ローズさんの呼吸が、もっと楽になった。ほら、どうですか、ローズさん。いいかな？はい、水星に来ました。ほら、ローズさん、どう？さっぱりしませんかな？ほら。ほら、足があったかい。素晴らしい。自分で決めて、総国をやってる、一生懸命。はい、上に上がりました。はい、目がもっと楽です。素晴らしいです。ほら、こっから、ね、木星のエネルギーを持って、あなたの火星に持っていく。いいかな？あなたの上司がエネルギーをくれた。さあどうする？火星に行くか？どうしよう？また金星に行っちゃうか？それとも土星に行くか？火星に行くか？どうしよう？金星にまた行くか？ほら、判断をする。九紫火星は瞬間に判断をしないと自分の部下ダメにしちゃうぞ。ほら、例えばいいか、対象が判断間違えると全部した部下殺しちゃう。1分1秒間違えると部下が死んじゃうんだよ。それだけの火星は強い任務を負ってる。すぐ判断力をつけなきゃいけない。水感じよかった。何？水がよかった。下行く。あ、いいよ。ここね、冷えてんだよ。要するに水星なの、これ。足が冷えてんです。だから火星が実してる。判断力が鈍ってる。いいかな？もう一回行くぞ。ほら、ここをぐりぐり回すとどうだ？ほら、感じがいいだけじゃない。あなたの足があったかくなる。ほーら、どうなってきた？ほら、足があったかいでしょう。はい、心の足と体の足両方があったかくなると、
ここの実が少なくなる。どうですか、顔はほてらないでしょう。気持ちがどうなりました、ほら。すごく楽になったでしょう、ほら。お母さんの心配もある程度なくなり、いいか、明日は病院に行ったら楽だ。お母さん喜んでる。呼吸がすごく楽だって必ず言うぞ、お母さんが。ね、大丈夫だよ。こうするとお母さんの呼吸も良くなる。あなたの呼吸が良くなれば、お母さんの呼吸も安定する。あなたがマイナスをこっからこっちに持ってってんの。わかる？病院行くとき。だからまずあなたの呼吸が正しくならないとダメ。今楽でしょ？ほら。呼吸が。はい、足があったかい。ほら。どうですか？いいでしょう？ほら。ほら、また木星に行った。さあ、どうする？こっからどこ行く？ほら。すぐ判断する。どうしてもこっち来ちゃう？ここ行く？こっち行く？ほら、ここ行く？どこ行く？か、行けたね。こん時、ここでエネルギーを燃やしたのを、燃やすっていうか、木を持って、自分の火に入る。ね、親が木を持ってきてくれた。ほら、あなたは今楽でしょう。すごく燃焼効率が最高の状態で、あなたの火星がどんどん燃えてる。ぐるぐる回る、ぐるぐる回る。エネルギーをあなたはできるようになった。今すごく楽でしょう。ほら、いいですか？こう回ったら、必ずこうエネルギーが1になるから、それを、総国をやる。入ったエネルギーを全部消化する。はい。これが総国っていうの。ね。土星から、木星から土星に行って、いいかな？水星に来る、ほら。これでどうだ？ほら、戻った。どうですか？あなたの気持ちは。楽でしょう。どういう気持ちですか、今。ほら、すごくすっきりしてますか？どっちでも言ってください。まだ取れてないね。かろうじて火星に行っただけだね。まだ取れてませんね、あなたの中の実が。少しすっきりしたでしょ？ね。それじゃああなたはダメなんだよ。完璧を求めてみな。どうしたらいいかな？自分で考えてみな。さあ考えましょう。自分の会社が危なくなった。さあどうしよう。何をして再建しよう。自分の会社が借金まみれで危なくなった。どうしよう。それと同じ状態今。少し借金が返せた。それじゃダメなんだよ。完璧に金を返さないと。ほら、少しすっきりじゃダメ。どうすればいいか自分で考えてみな。ほら、それができないからあなたはストレスなの。いいかな？自分の会社で倒れそうになった。木に戻る。おい、これも一つの方法。よし、いいぞ。木に戻った。これは自分の判断だ。かな？そう、それでいいよ。それで、こっからエネルギーを持って、どこに上がる？ほら、木でエネルギーを蓄えた木が、そうした場合どうする？この木のエネルギーをどこへ持っていく？火星に持っていくか、金星に持っていくか、土星に持っていくか、さあどこに持っていく？ほら、それが、あ、そう、合ってます。これなんだよ。これがあなたが今までできなかったの。だから悩んでたの。
必ずここの木のエネルギーをあなたは吸い上げて自分が燃やす、ガンガン燃やして各土星、金星、水星、木星に持ってきてまた持ってくる。ほら今どうだ、今すっきりしてるだろ、気持ちが。ちゃんと判断をちゃんとした。ほらわかる、ほら今どうですか、さっきと違うだろう。ここに行ってこっから上げるってことが分かった。ほらジョンジョン火が燃える。それも正しい燃え方をしてる。各土星、金星、水星、木星にエネルギーを回せるように火が燃えてる。ほら今どうですか、今自分の気持ちはどんな気持ちになってる。ほらすごく楽じゃない、いいかな、どうかな。ほら まだだね、よっぽどあなた疲れてんな、すごく疲れてるでしょう、火星。それじゃダメだよ、ガッてやんなきゃ、力を出す。ほら頑張って、ほらもうちょい頑張る。ほらあー分かるな、かなりやられてんね火星。それどこでやられてるか分かるか、ここなんだよ、この金星の逆刻がすごいの。あなたは金星は弱いから平気なの、上から下ろすのは。ところがこっから部下が上がってくるね、これが怖いの。そうじゃない、これの上がりが怖いんだろ。どう、この上がり違うかな。ここが怖い。これをあなたの自分の力でここにエネルギーを与えて、あなたの疲れてるものを追い出さなきゃダメなの。いいかな？逆刻っていうの、これ。こっちから行くのは双刻。双刻でもいいんだけど、これやるでいいか？これこうやってもほら、なかなか火星の実取れないだろ、ほら。どうかな？これでもほら、あなたは疲れが取れないでしょう、ほら、いいか？こいだけやっても取れない。取れてる？今言ってみな。もう弱り切っちゃってる、あなた火星が。本当はここないと同じだよ、もう。それじゃあダメなんだよ、あなたは。力出さなきゃダメなの。全部をあなたが面倒見てんの、ここ。この全部を。こっからこういう、あ、こういう風にあなたは面倒見る役目なの。わかる？かなり疲れてるね。それを直す方法は、こっから逆刻で上がって、あなたの中の邪気をすっ飛ばすしかないの。わかる？今やったけど全然治ってないあなたは。わかります。ちょっと良くなって、あれ全部嘘だよ。あなたは全然今調子出てないでしょ、やったけど。全然変わんないでしょ。それはあなたの中の判断力がダメなの。あのね、火星っていうのはね、即時判断して全部を助ける役目があなたの役目。あなたはそれやってないの。っていうことは、あなたはマイナスを逃げてる。わかる？今までマイナスやんなかったろ。逃げちゃうの。だからそのツケが回ってきてんの。わかる？たとえお母さんのことでも、ね、マイナスだけ、マイナスなんだよな。病気だっていうの。嫌だな、嫌だなでやってたろ。
それがこういう結果を招いちゃうの。だからマイナスを逃げてない、言い方ちょっと悪いけど、例えばね、小さい時お母さんが買い物行きなさいっつと、やだよ行きたくない、今疲れてるから、そうやってやってない、今の人生社長だからね、辛いこといっぱいあるの。その辛いことを部下にやらしちゃってるんじゃないの。それを自分がよしやってやるぞっていう気持ちが今ないでしょう。それは金星から逆黒が来てるの。これがこの金星が邪魔してんの、わかる。だからここんとこを今までいじめてたろ、これ自分の体の筋、肺、大腸をいじめてた。それか六白七赤の部下がいたらそれいじめてなかった。そのとばっちりが来てるわけで、今やったけど全然変わんないでしょ。いや、これ回しててわかるよ。相当あなた疲れてる。それじゃダメなんだよ。ここの力を出さなきゃ。わかる？あなたはマイナスを逃げたの。その逃げた結果が今出てんの。わかります？ちょっと強い言い方するけど、火星はもっと強いんですよ。それで判断力があるんです。今ここでほら、判断させてなかなかできないでしょ。それはよっぽど判断力鈍っちゃった。相当疲れてんの。それはどうして疲れるかっていうと、足冷やした。あなたの足冷たい。火星は足がカッカ熱くなきゃいけないの。あなた今冷たいだろう。それはどうしてかっていうと、土星からね、こっからエネルギーをこう与えるの。与えてここが弱ってるから、その分でここいじめちゃったの、ここ。土星を、あなたの拳を、自分の体の土から、ね、ここの水まで、ここを冷やしちゃったわけで、これで。あなたがしっかりしねえから、この土を。その結果、今あなたがなってんの。ちょうど強い言い方するけど。だから、火星っていうのは強いんですよ。強い自分を持ちなさい。俺は、一番偉いんだと、部下の責任を全部負ってあると、そのぐらいの根性になってなきゃダメなの。わかるでしょ？逃げ回ってたよ。その結果なってんだ、あなたは。いいかな？ちょっと強い言い方ごめんな。だけど、今のままでやったら、あなたの会社だったら潰れちゃうぞ。わかる？会社をやってたら、答えてみな。もう答えられないでしょ、自分のものを、そのものズバリ言われたから。これちょっとね、酷だけどね、これしょうがねえんだよ、これ。火星はものすごい強いの。強くなきゃダメなんだよ。だから今後どうしたら強くなるっていうのは、足を温めろ。足温めると、火星の実を取ってくれるから、邪魔者がいなくなるの。あなたの思うように仕事ができるようになる。ところが、あなたの中の足を冷やしてるために、ここが絶えず実しちゃうの。ね、その時の家庭環境とか、その時の環境によって、いいかな？その時の環境によって病気が変わってくるの。わかるでしょ？だからもっと頑張れよ、ほら、できるんだから。火星は強いんだよ。俺も実は八白土星だけど、実際は火星なんですよ。お腹にいるときは。やはり俺もね、弱いとこあるよな。頑張るんだよ。ね。あなたは親分なんで、この中の五行の中の。それを自覚しなさい。そうすれば必ず戻るから、自分の体が。戻っただけじゃないんだよ。あなたは戻ってもダメなんだよ。
周りを助けるのがあなたなの。わかりますか？そこを忘れちゃってんの、あなたは。自分のことだけしか考えてない。自分が弱っちゃったから、どうしようもないんだよ。そうじゃないんだよ。あなたはみんなを助けなきゃいけない立場なの。わかるでしょ？そんな弱気でいたらダメなの。もっと強気出せ、ほら。火星は強いから。大丈夫だから、絶対に。お、そう。自信を持てよ。これ、あえてやってももう同じだから。ね。この自信を持てっていうことを、あなたはここに聞きに来たわけ、俺に。ね。それで、ここを温めるの。そうすると、全然違うから、やってみな。足をね、温めて、ここの黒をこすってみな、右回しで。そうすると、ここの力がバンバン出てくるから。やってみな。そうすると、部下も言うこと聞くようになる。お母さんも言うこと聞くようになる。わかりましたか？それを必ずやんだよ。やんなきゃダメだよ。ここに出てきたのは、運の尽きっちゃ悪いけど。わかるね？それで教えてあげるか？それを、こうやれか？黒のマウス、何でもいいから黒。もうこれ買え。社長だが金あるだろ。これを買え、俺と同じの。黒のマウス買って、か？右回し。これを最後。一日中回してろ、ほら。どうせ社長だから、座ってるだけで反抗してるだけだろ。自分から働いていいだろ、ほら。人にやらしてるから。わかった？これ必ずやる。白のハンカチ、あ、花紙。で、一回回したい、こうやったら、してちゃい、こうやってな。で、新しいので、毎日やる。そうね、一ヶ月もやってみな。これから、今月いっぱいやってみな。あなたの体は戻ります。綺麗に戻ります。やんなかったらあなたは潰れます。このままいったらあなたは潰れちゃうよ。わかる？会社やったら潰れるよ。今のやり方じゃ。ここを擦れ。擦ればまず体がしっかりするから。ね。そしたら会社ももりもり盛り上がってくる。わかりました？頑張ってやんだよ。絶対に大丈夫だから。これを擦れば、あなたはちゃんと戻れる。かな？五行の流れも今教えてあげたから。そう悪くない。最後に一つか？これが気が入ったら大丈夫。行くぞ。いいかな？左の肩から気を入れる。波動が入る。俺の親星だから、俺が気を入れると、左の肩から波動が入る。入ったらどっちに落ちる？ほら、言ってみろ、ほら。入らなくてもいい。入らなかったら、黒のマウスを白で擦れば入る。今どうだ？ほら。なんか入るか？肩から。ほら、どうだ？入らない？はっきり言う、ほら。判断ははっきりする。入るか入らないか、ほら。恥ずかしいことじゃない。左の肩から入れてるはずを、ほら。どっちの足に降りる？右か左？はい、やってみな。今季やだ。手がビリビリ。波動入ってる、あなたには。はい、右ね。はい、いいよ。あ、左。そのまま下ろせ、ぐっと。はい。どこまで降りる、それが。心臓のとこで止まってるだろう、上で。下に、左足に降りないだろう。どう？あなた心臓悪くね？左足降りないでしょ、ほら。心臓の上でくるくる回ってるでしょ、ほら。違いますか？どう？はっきり言ってみな。左はいいよ、それでほら。足まで降りるか。腰までなんか感じてますよ。いいぞ、OK。いいかな。もっとぐーっと入るぞ、ほら。腰があったかいだろ、ほら。
メリ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 剥がされてる腰が、それが左の足から降りてる。どう？ほら。左の足から降りるだろうな。降りないか？ほら。腰。ちょっと待ってね。またこれ。あ、オッケー。あ、もう一回やり直し、ちょっと。また変なのが入るんだ、これ。いい時に入る。はい。足先まで行ってる、ほら。足があったかいでしょ、ほら。どう？すごくあったかいでしょう。どうですか？左足があったかいでしょう、ほら。気持ちがどうなった、ほら。足があったかくなると気持ちがでかくなったろう。あったかい、ほら、いいぞ、いいぞ。どんどん温めろ、左足。はい、かい？はい、その回路はね、正常な回路じゃないわけ。かろうじてできた回路。いいかな？いいかい？これどうかわかんないけど、いいか？左足あったかいだろう。どうですか？ほら。あったかいでしょう。気持ちがどうなった？ほら。楽になったでしょ、ほら。抜ける感じあるか、そっからシューって。シューって抜ける。足のかかとから、ほら。どう？シューって抜けるか、ほら。それはまだわからない？抜けないかな？ほら、頑張れ。抜ける感じはないです。いいかな？そしたら、いいか？足にアルミホイル持ってくる。これありますか？ない、ある、どっち？アルミ。こう、チョコレートのこんなもんでもいい。台所行って、サランラップ。アルミの、ない。なんかないか、こういうの。何もない？台所ある？台所はありますか？あなたのとこへ。台所に鍋の蓋か、フライパンか何でもいいよ、持ってきなよ。ここまで来たら付き合えよ。アルミホイルある？足につけてみな。ロスさん、ここまで来たら、ローズさん、やるしかないよ。台所に行って、鍋の蓋か、フライパン、何があった？何がありましたか？鍋、フライパン、アルミ、アルミホイル、それをね、こう乗っけてみ。左の足にこう乗っけてみな。こう分かったろ、左の足に。いいかな？いいかい？乗っけた？いいかな？行くぞ！左の肩から波動を入れるかい？入った！はい、アルミホイルが乗ったら、シューッとそこまで行って抜けるだろう。それともなんか暖かくなるだろう、もっと。どうだ？ほら。上から入れたらスーッと行かない？心臓のとこにも乗せてみな。もう一つを心臓のとこにも、こういうふうに、心臓にこうつけてみな、こうやって。
両方やってみな。まず心臓につけて、それと同時にアルミホイルを下に置いてみな。足のとこへ。どう？やった？アルミをこう心臓のとこへ、胸のとこへこうやって、小さいのでもいいよ。暖かくなってきたしかい？足から抜けるぞ今度。いいか？ほら、シューッと入った。左の肩から今度はシューッと下に降りる。ほらほら、足がすごく暖かくなって腰が楽になったろ。ほら、咳が出てきた。あ、これ痰っていうのこれ。はい、いいよ、そんなもんは噛まねえ、出てきたって。ほら、どうなった。ほら、肺が良くなったからゴミが出た。楽だろ。ほら、アルミを、ほら、心臓と肺のとこにつけて足にやった。肺が楽で心臓の働きが、あ、咳が出てきたっていいんだ。それ毒が出てるから。ほら、どうだ、楽でしょ。ほら、腰楽になって、楽になるよ。それでいいか、足から抜けるだろ。ほら、シューッと、なんかがシューッと抜けてるだろ。ほら、抜けないか。ほら、腰は、左の腰はすごい楽になってる。ほら、どう？手をよく見る。ほら、九死は俺の親星、小星が一生懸命エネルギーを送ってる。ほら、腰楽だろ。ほら、左はね。ほら、どうした？もうちょい頑張れ。ほら、足から抜けるだろ。ほら、抜けるまでやるぞ。ほら、ほら、どうした？まだ抜けないか。ほら、どう？もうくたびれた？ダメだよ、ここまでやって。ほら、頑張れ。抜けたろ。ほら、感じにくい。じゃあいいかい？今度は足から入れるぞ。足のアルミを貼ったとこからいいか？左の足からガーッと波動入れる。ほら、どこへ上がっていく。ほら、どう？心臓のとこまで上がっていくだろう。ウィーンと左の足から波動が入る。ほら、どうなった？ほら、左の足相当悪いんだね、あなたの。なんか怪我したの、そこ。おい、どうなった？それか腰がおかしいか、どっちかだよ。ほら、左の足から波動入る。ほら、どうなった？ほら、上に上がっていくだろ。ほら、肩から抜けるか。ほら、首捻挫しました。ああ、いいよ、左側だろ。ほら、いいかな。いいから、そんなのどうでもいい。あと治るから。木が上がるか上がらないかなの。ほら、左の足から入れたアルミホイルからビゴンと入った。ほら、どこまで上がった？ほら、手よく見る。ほら、これを。はい、どこまで行った？ほら、行ってみ。はい。昔、何？捻挫しました。左足、OK、OK。それが影響してる。ほら。はい、どうだ？上がんない？左の肩まで上がるかな。どう？疲れた？
どうですか？首と腰直…あ、それはあとちょっと待って。ほら、ローズさんどうなった？ほら、どうなりました？ほら、下からぐんぐん上げてる。左の足からぐいぐい気が上がっていく。首楽になってきます、なってます。 OK、 いいかな、いいですか、いいかい、ローズさん。そしたらその回路は正常な回路じゃないのね。一回遮断するから、いいかな。はい、閉じた。もう下から入れようが入らない。ほら、入らないだろ、下から入れても。いいかな。今度左から入れると右の足に降りるから、いいか。どう、ほら、今度は右の足に降りるだろう。ほら、どうだローズさん。左の肩から入れると右の足にシュッと降りるだろう。わからない？降りてるよ。どう？それが正常なの。左の肩から入れると右の足にシューッと気が流れる。それが正常な流れ方。はい。どう？ほら、頑張って。流れない？楽に抜ける、お、なって、ほい、ほいでいい。抜ける感じはわからないですが、楽になってます。お、それでいい。かい？はい、右の腰がすごい楽。ほら、左の腰も楽、右も楽。ほーら、全然楽でしょう。右、左から入れると右に落ちる。いいかな？はい、今度もう一箇所。右の肩から入れると左の足に降りる。これは素直にスーッと降りるでしょう。はい、どうかな？はい、右の肩から波動が入る。左の足にスーッと降りる。はい、どうかな？やってみ。ほら、どんな感じ？右の肩からシューッと降りる。はい、左の足にスーッと抜けていく。ほら、スーッと。この感じが感じられるかな？はいはい。抜けなくてもいいよ。それ相当詰まってる。なんか知らないけど。はい、始めはしょうがない。この流れる感じつかめばいい。それ2、3回やるとストーンと抜ける。そうしたらあなたの心もストーンと抜けるわ。それで判断力、決断力、スパーってなる。なってます、OK。ほら、いいでしょう、ほら。はい、どう？今、気持ちはどうですか？楽でしょう？すっきり、おー、いいです、それでいいです。必ず足を温めてください。わかりましたね、ローズさん。やってください。ちょっと強いこと言ってごめんなさいね。で、これしょうがないんだよ。これ言わないと、ほら。ごめんなさい。あんまり強いこと言って。咳がすごく、あい、出ていい、出ていい。どんどん行かいちゃいか。行くぞ、ローズさん。肺を意識しろ、ほら。前から入れるぞ、気が、肺から入る。どんどん咳出せ、ほら。ほら、出せ出せ出せ。咳がどんどん出ろ、ほら。前から気を入れる。ぐっと入る。両方の肺に入る。どんどん出す出す出す、ほら。咳がどんどん出るだろ、ほら。どうだ？はい、どんどん出せ出せ。あなた肺も悪いわ。どんどん出す。はい。前からボーンとつついた、ほら。肺をつつく、ボーンと、ほら。その勢いで、ボーンと出せ。どんどん出せ、ほら。どんどんもっと出せ、ほら。どんどん出す出す、ほら。咳込め、咳込め、ほら。はい。もう楽になったでしょ、ほら。
もう出ないでしょう、あら。どうかな？はい、タバコの吸いすぎか。あなた、肺がんかなんかなってない？すごい出た？はい、出す出す。あなた、肺がんかなんかなってない？はい。どんどん出せ、もっと出せ。出すだけ出せ、上。どん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 出せ。タバコ吸わない？じゃあ、あれだ、環境が悪いわ。あなたの仕事場の環境が悪い。ほら、出して出して。そろそろ止まるだろうな。どう？いいかな？ガーって掴んで、ほら、ぐい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 押し出せ、ほら。ほら。少しずつ楽になるだろうな。もっと出せ。ほら、手見る手見る、ほら。ぐーっと押してる、ほら。胸をぐんぐん押してる、ほら。どんどん出せ。ほら、痰が出てくるぞ、そのうち。ほら、ぐいぐい揉んであげる、ほら。ほら、肺をぐんぐん揉んでる、ほら。わかるか、これ。この手の動き、ほら。ほら、よく見ろよ、ローズさん、ほら。はい。ほら、ほら、ぐり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 揉んでる、ほら。出せ、もっと。おぉ、出す出す。どんどん出せ。タンが出るまで出せ、ほら。出せ。死にやせねえから大丈夫だから。ぐいぐい出す出す、ほら。ぐりぐり揉んでる。すごく楽だろ、ほら。どうだ。咳はしてる割には楽でしょう。ほら。ぐい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 、ほら。手をよく見る、ほら。ガーってかき回してる、ほら。ぐわーって揉んでる肺を、ほら。ほら、出たー！楽だろ、ほら！もう咳は出ない、ほら！どうだ？もう出てるか？出ないでしょ、ほら。あとは楽が襲ってくる、ほら。すごい楽です、ほら！どうですか？ローズさん、ほら、収まってきたでしょ、ほら。ほら、大丈夫。仕事場になんか空気悪いんじゃねえの？ほら。ほら、今楽でしょ、ほら。肺と大腸、あなた便秘してるだろ。便秘のガスが上に上がってきてんじゃねえの、ほら。どう？お腹の調子もどう、ほら。手を見て、手を見て、手を見て、ほら。ほら、やっぱ便秘して、じゃあ、よし、行くぞ、ほら。行くぞ。はい。この手が、大腸を掴んでるの分かるか？ぎゅう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 、ほら。ほら、横行結腸をぐじぐじぐじ、ねじってる。これ分かる？この感覚。ほら、握られてる、ほら。上行結腸を握ってる、ほら。ぐり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 握ってるよ、ほら。はい、横行結腸をぐじ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 かき回して、ねじってる。わかる？これ。はい、下行結腸をぐり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 。ほら、うんちがもうちょいで出る、ほら。S 字結腸を横にこうついてる、ほら。ぐりぐり揉んでるよ。ワイズさんだってまた出ちゃうぞ、これ。ほら、ここに第二肛門。ここをぐり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 。ここが硬いから便秘する。よーし、ほら、こいだけ揉んだぞ、ほら。あとは、直腸をぐりぐり揉んでる、ほら。よ、ポトン、落っこった。はい、どうかな、ほら。はい、お腹どうなった、ほら。ほら。どうなりました、ほら。ほら、ワイズさん、ほら。ハルさんも便所行って、はい、ほら。待ってりゃ出てくるから、ほら。ほら、ローズさんどうだ、ほら。お腹の具合どう、ほら。ぎゅっ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 。お腹あったかいでしょ、ほら。はい、もうちょっとで出るかい？どこに詰まってる？わかった。横行結腸、上のとこ、こう横の長いの。引っ張って、ほら、ぐり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 動かしてる、ほら。中でぐりぐり動いてるな、家庭もんが。押し出して右に、ほら、よいしょ、よいしょ、ほら、
上行結腸から下行結腸、ほら、ぎゅーって絞り出し、ほら、ほら、S 字結腸まで来た。そっからほら、胃が起きるぞ、ほら。いかな、ほら、S 字結腸ねじってやる、ほら。ほら、よいしょ。こっから出た、ぽちょっと、ほら。直腸に出た、ほら。ぎゅー、ぽっちょん。どう？ほら、どうなった？ほら。ローズさん。あなたやってると、ほら、誘発でみんな、ほら、春菜さんまで、便所が心配だって言ってるら、ワイズさんなんて4回目が出ちゃう、ほら。ほら、ローズさん、ほら、どうなった？ほら。少しはいいかな？腸が、ほら。私、便秘じゃないのに出るんですよね。そら出るよ、あれだけねじれば。感覚の鋭い人は、ギュッてやっただけで出ちゃう、ほら。はい。ローズさんにやってる、ほら。ローズさんどう？どうなった？ローズさん、ほら。明日出るから、大丈夫だから。バチッと出るぞ、ほら。春菜さん、便所にずっといるか。いいじゃない？便所の神様が喜んでるぞ。じゃ、そういうことで、ローズさん、頑張ってな。あなたは九死火星だから、バッチリとやれよ。はい、出るの楽しみね。はい。じゃあ、バイバイ。はい、おしまい。